アフリコはイタリア共和国カラブリア州レッジオカラブリア県にある人口約3000人の基礎自治体。アフリコの市街はレッジョディカラブリアの東約 43km に位置する。アフリコの町域はイオニア海にほど近い平野部とアスプロモンテ山中の大きな飛び地の2つに分かれている。この村は本来アスプロモンテ山中の旧アフリコに所在していたが、 20世紀半ばの洪水被害により平野部に新市街を建設して移転したものである。隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り、アスプロモンテの山麓に位置するアフリコ別居は1951年10月の洪水による被害を受け廃村となった。無人となった旧集落の廃墟はアスプロモンテ国立公園の中にある。アフリコの応募は アフリコベッキオの北東約1 5トルイオニア海沿岸の平野部に位置するビアンコ近郊に建設された。アフリコという地名の由来は、はっきりしない。ある説によれば、明けた、日当たりが良いといった意味を持つ、ラテン語アプリカスから来ているという。また別の説では、ラテン語で、アフリカから吹く風を意味するアフラカスベントゥスに、由来すると信じられている。 本来のアフリコの集落は9世紀頃にデリアから移り住んだ人々によって建設された。1195年、神聖ローマ皇帝ハインリヒ6世によって、この地はレッジョカラブリア大司教に報道として与えられた。以後、1806年にカラブリアの保建領主制度が解体されるまで、その状態であった。 1783年のカラブリア地震では町の一部が損壊し6名の死者が出た。地震による被害は1905年、1908年にも出ている。20世紀前半、アフリコはカラブリア内陸部住民が置かれた悲惨な状況の象徴として語られるようになる。1931年、カラブリアの著術家コラード・アルバロはアフリコを苦しめた飢餓を描いている。 1946年、ウンベルト・ザ・ノッキ・ビアンコは、アフリコの人々についての著書とララ・ペルデューター・ヘンテを、出版し、切迫した状況と飢餓を描いている。これらの本が出版された当時、アフリコの街への交通も整備されてはおらず、ラバに6から7時間揺られる他に、手段はなかった。1948年、ジャーナリストのトン・マーズ・オ・ビサージーと写真家のティノ・パトレリー、は、 雑誌、エル・エウロペオニア・フラコ、シンボル・オブ・ディスパリティと題するドキュメンタリー記事を掲載し、アフリコの人々の悲惨な状況と飢餓を描いた。一連の記録写真が伝えた状況は、国民世論に強い衝撃を与え、南部問題の再認識に結びつくこととなった。旧市街から 15km ほど離れた、イオニア海沿岸のビアンコの近郊に、新市街が建設された。 1949年以降、アフリコの住民が移住が進められるようになった。1951年10月15日から18日にかけて洪水スベ滑りが発生し、アフリコベッキオの町とその近隣のキャシリンボの集落を破壊した。住民たちは、ボーバマリーナやレッジオニカラブリア、フィーマーラディムーロなどに避難した。印を付したものは、 翻訳元に挙げられていた出典であり、薬室に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。